秀勝寺は、神奈川県鎌倉市大木苗津にある浄土宗の寺院であり、現在、鎌倉唯一の天寺である。3号は、東光山。地域は、海域秀勝院にの祖先であり、大木谷上杉家の火災であった、大田道館邸跡地とされる、東国花の寺百家寺鎌倉六番札所。徳川家康の側室で、 太田道館四代の太田安助の娘とされる、お勝の方は、家康との間に生まれた一姫が幼くして亡くなった。あと、家康の命により、後に、初代三戸藩主となった、徳川よりの要望を務めた。家康の死後は落職して、秀勝院と称したが、その後、三代将軍家光より、不孫の地である大木外奴の地を賜り、秀勝寺を創建した。 創建にあたっては、徳川よりの娘、少量姫を7歳の時に玉ポ清元本と名付け特度させ、これを門主に迎え解散とした。秀勝湯には、寛永19年没し秀勝寺裏山に葬られた。寛永14年に、治療主院地として、池子村420国を与えられたほか、裏山にあたる源氏山も与えられている。創建の経緯から、 その後も代々の十字は、水戸家の姫が務め、このため秀勝寺は、水戸御殿や、水戸の天寺とも呼ばれた。高貴な姫である十字は人前に出ることはなく、折々の法要は、柴増上寺や、鎌倉在木座公明寺の僧が務めていたという。しかし、明治維新を機に、水戸家からの十字は絶え、寺勢は衰えた。その後、明治二十八年に、 松平家より十字を迎え、さらに大正八年以降は、東京青山全光寺より住職を創生成し、今日に至る。大正十二年の関東大震災では、山門、栗、倉が倒壊するなど、大きな被害を受け、山門はそのまま、鎌倉市内山王が谷の資産家に売却されたが、有志による復興事業により、 旧地の祖籍場に復興され、2011年5月16日に、落景式が行われた。この後、約10年間十字がなかった。仏殿、三門、首狼は、官営へ20年の混流。指導、指導門も同じ頃の混流と推定される。各建物は、本格的な禅宗様になり、仏殿、三門、首狼は屋根を反りのない直線で構成する点に、 共通点が見られる。ありがとうございます。